島第一原発事故から1年、震災瓦礫の広域処理を考えるシンポジウム、鉱石問題安全性を問うを開会いたします。本日の司会を務めます、放射能から子どもたちを守る太田の会、三村です。よろしくお願いいたします。2011年3月11日14時46分、マグニチュード 9.0 の東日本大震災は、死者15,854人、行方不明者3155人の未曽有の大惨事となりました。ここに犠牲者の皆様のご冥福をお祈りし、哀悼の意を表したいと思います。さて、3月2日より東京都は宮城県女川町の震災瓦礫の受け入れを開始しました。2013年3月までに約10万トンの可燃性廃棄物を受け入れるというものです。各区で説明会が開催されましたが、はじめに受け入れありきで住民の不安疑問に答える内容ではありませんでした。そして今、マスコミを総動員して震災瓦礫受け入れキャンペーンが繰り広げられています。皆さんもご覧になったかと思いますが、3月6日朝日新聞朝刊の見開き全面を使った環境省のカラー広告がその最たるものでした。このシンポジウムを通じて震災瓦礫の広域処理の問題点を専門家の皆様から提起していただき、議論を深めていきたいと考えています。皆様にお願いがあります。封筒の中に質問用紙が同封されております。後ほどパネルディスカッションのコーナーで質問用紙の回収をした内容を生かしていきたいと思いますので、ご記入をいただき、休憩時間に受付までお持ちください。また携帯電話はマナーボードにしていただけるようお願いいたします。本日はテレビ局、新聞社、インターネット中継などマスコミの取材が入っていることをお知らせいたします。それではプログラムに沿って進行させていただきます。まずはじめに、アスベストなどの有害物質からの問題点につきまして、中皮臭・腎肺アスベストセンター事務局長の長倉さんよりお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました中皮臭・腎肺アスベストセンターの長倉といいます。よろしくお願いいたします。震災直後からですね、被災地のアスベストがどうなっているかということで、調査に入っております。と言いますのは、阪神・淡路大震災ですねの時に、やはりそのアスベスト問題が大きな問題になりまして、2007年頃ですかね、被害者がその時の作業していた労働者の中から被害者が出ております。現在確認されている阪神・淡路大震災の時の作業者の中でアスベスト疾患と認定された人は3名ほど確認されていますが、潜伏期間のことを考えるとこれから続々と出てくるだろうということが前提としてございます。で、現在のいろいろな建物の中にまだアスベストが大量に残っているという現状がまだ放置されたままに至っているわけでありますけれども、そこでですね、今回の東日本大震災直後に現地入りしていろいろと調査をしてきたわけであります。スライドの方にお願いします。で、写真をいっぱい見ていただいてですね、現地のアスベスト問題について問題提起という形で示したいと思います。お願いします。これはですね、一番最初3月の26日頃行ったんですが、その時はもう手の施しようがなかった。4月10日にですね、南三陸町の方に行ったところ、このような状態でした。お願いします。
でその中には足元にですね、これはアスベスト建材と言われるものです。こういった波型スレート板、スレート板などにはアスベストが含まれておって、これも粉々になっていますが、こういう状態ですとこの断面からアスベスト繊維が空中に放出されるという状態になっております。次お願いします。でこれはまあ調査団、まあ、あの大学の先生など一緒に行って、足元にもうそこら中にあるわけですね。街中にアスベストの建材が粉々に散乱していたというのが現状です。次お願いします。でそこでまあ空気中の濃度測定などもチームが行ってやったわけでありますけれども、この時期にはですね、あの津波で波をかぶっているということもあって、空気中にアスベスト粉塵の放出は非常に少なかった、ほとんど観測されておりませんでした。次お願いします。ところがですね、あの建物、鉄骨が残った中には、これはあるあの海沿いにあったガソリンスタンドなんですが、鉄骨にこのようにあの吹き付け剤というものが吹いてあります。これは耐火被覆といって、火事が起こった時に鉄骨が溶けるのを遅らせるための材料ですが、こういった吹き付け剤の中にはアスベストも含まれていて、この吹き付け剤については後に分析したところ、幸いあのアスベストではなかったというものです。次お願いします。でしかし足元にはこのようにあのアスベストの建材がもう街中に散乱しています。次お願いします。これはですね、まあ海沿いの公園ですでにも野焼きがこの4月10日の時期には始まっておりました。いろいろなものがもうすでにここで焼かれ始めていたんですね。次お願いします。でその中にはこういったそのアスベストの建材、これもそうなんですが、壁材に使われていたサイディングボードと呼ばれるものです。こういったものも無造作に焼かれていた。まあこの時期にはあの分別などはとてもできる状態ではありませんから、これは致し方がない状況だというふうには思います。次お願いします。でこれはその南三陸町の方の瓦礫の山の中ですね。こういったところにも大量のアスベストの建材が含まれておりますね。次お願いします。これは静川病院という病院であります。ここも海沿いにありまして壊滅的な津波の被害を受けておりました。この4月の時期にはまだ瓦礫の撤去などもほとんど進んでおりませんので、まだ放置された状態です。次お願いします。中を覗きますと、あのこんなぐちゃぐちゃなんですね。でこの中には当然アスベストの先ほどあの散乱していた建材もありますし、配管などのあのまあ配管などに巻いてあるですね、高温材などそういったものがまあ混在している状態です。次お願いします。でこれは病院の裏側ですけれども、裏側にはあの船とか車がもうまだまだ屋根の上に乗ったりしていた状況でした。次お願いいたします。でこの写真はですね、ここのどこにアスベストがあるかというと、ここに真ん中にドンと四角い煙突があります。この煙突が非常に実はアスベストの問題をやっている人にとっては危険なものでありまして、この煙突の中にカポスタックといってですね、非常に酸性の高いアスベストのふかふかしたものが下から上までこう積み重なっているんですね。その周りにセメントで囲いをして、まあ、煙突にしています。これ煙突すべてにあるわけではありませんが、こういったまあ四角い煙突である時期に建てられたものの中には飛散性の高いアスベストが非常に詰まっているというのはアスベスト問題に関わっている人の一つの常識であります。ですからこういったものがきちんと事前の調査対策が取られて、解体されなければですね、アスベスト粉塵がかなり飛散するということになります。次お願いいたします。これはもう病院の後ろ側、裏側はもうこういったもうあの、何もない更地状態なんですが、よく見るとこのようにいくつか鉄骨の山とかですね、まあ、あのまだこれから解体にかかる建物などがあるわけですね。次お願いいたします。その鉄骨の山の中にはこのような鉄骨が、これは溶かして再利用されるわけですからまとめてあるわけですが、そこにやはりこの吹き付け剤と言われるものがまだ張り付いています。ほとんど波でそぎ落とされていますけれども、この鉄骨についている耐火被覆剤というのものの中にアスベストも含まれるということになります。次お願いいたします。でこれもそうですね、この鉄骨 の鉄の板です。これは折板と言いますけど、折板の板と言いますけど、それにこのように吹き付け剤が大量に張り付いている。次お願いいたします。でここも鉄骨の山ですね。こういった鉄骨は、まあ、溶かして再利用されるということで一箇所にまとめられていますが、この鉄骨の表面に、吹き付け剤などが張り付いている。これは 砂もありますので、砂と吹き付け剤が混在しているという状況です。次お願いいたします。
でこれは建物のそばには壁材、天井材などが散乱しておりまして、ざっと見ると我々見ると分かるんですが、アスベストが含まれる建材が相当あります。次お願いいたします。これはあの南三陸町の防災対策あの庁舎で、ここであの職員の人が最後まで津波避難を呼びかけて、亡くなられたというところでありますが、それも当初はこのようなボロボロの状態でありました。次お願いします。まあ、下にはですね、お花やお酒などがあの、まあ、お供えしてあって、皆さんが後から、慰霊に来られていた状況ですね。次お願いいたします。で、まあ、そばにはこういったランドセルなども散乱しておりました。非常にあの心が痛む状況の中で、あのいろいろ捜索を、まあ、我々は調査をさせていただいたということになります。次お願いします。でこれは津波で上がってきた海の底にあったヘドロですね。ヘドロがこの時期にはまだ町の中道路などにかなり、堆積しておりまして、その中にこれなどそうです、アスベスト建材が、中に混じり込んでいます。ですからこの時期、ここから少し経った時期にあの被災地でかなりの乾燥した後粉塵が発生しますが、ヘドロの粉塵というのは非常に微細なですね、あの砂というよりはもう塗料とかあの絵の具に近いような非常に微細な粉塵なんですが、それとともにアスベスト粉塵が一緒に発生していただろうというふうに地元のですね、あの石巻の方の地元の赤十字病院の呼吸器内科の先生などは言っておられました。次お願いいたします。これは道路に堆積したヘドロを横にあの、まあ、自衛隊の人たちなどが積み上げて道路を確保していたわけでありますけれども、この中にやはりその大量のアスベスト建材、あの粉々になったものが混じり込んでおります。次お願いいたします。それが近くで見るとこういうものですね。波型スレッド、これはあの海浜地帯にあったあの魚の加工工場などの壁材、天井材などに使われていたものが主なものだろうというふうに思われます。次お願いいたします。これもそうです。ヘドロの中にこのようなものが混じり込んでいる。これはもうそこら中にあるので、やたらと何百枚も写真撮ってきたので、ちょっとあの次から次と同じような写真で申し訳ありませんが、次お願いいたします。でこれはまだ立て残っている鉄骨にその吹き付け剤が残っているところです。こういった状況で、これもあの分析の結果アスベストではありませんが、アスベスト を含むもので吹き付け剤というものが残っておりました。この、まあ、次お願いします。この建物のそばで、まあこれはちょっと仲間と昼食を取ろうということで、もうあの精神的にズタズタになっておりましたけども、もうちょっと飯でもおにぎりでも食おうかということで、ちょっと次お願いします。でその周辺をちょっと歩いてみると、アスベスト建材がこのぐらいすぐ瞬く間に見つかるんですね。つまりこういったものをアスベスト建材の中に囲まれた状況の中で被災地があったということになります。次お願いいたします。でこれは飯を食べた後ですね、ちょっと周辺を見たらまたこういった、吹き付け剤がついた建物がありました。次お願いします。これは夜間金庫というふうにありましたので、これは後に、まあ、これは銀行だったんだなということが分かったんですが、次お願いいたします。ということで、4月の調査は非常に心を痛めて、帰ってきました。これ、その後、5月の連休にまた今度は陸前高田に行ったんですが、ここにいらっしゃるのは実は民主党 の国会議員で、工藤ひとみさんという、あの今アスベストプロジェクトチームの事務局長をやっておられます。一緒に行きました。次お願いします。でこれはその、陸前高田のですね、被災地をちょっと見て歩いてアスベスト建材を拾って歩いているところです。次お願いします。そうしますと瞬く間にこのぐらいすぐに使う。次お願いします。でこれは立て残っていた学校だと思われますが、次お願いいたします。学校のこの渡り廊下の部分ですね、の天井部分にはこのように吹き付け剤が残っております。で渡り廊下というのは火事が起こった時に同じ建物の延焼を防ぐために、こういった耐火皮膚剤などで大量にアスベストなどの飛散性の高いものを使うことがよくあります。ですから渡り廊下があったらアスベストがあるというふうに考えるべきだろうというふうに考えます。次お願いします。でこれは大きな建物がゴロンと90度回転してしまっている、こんなものですね。街の中にこういったものがゴロゴロしておりました。次お願いします。でその中でもうこの5月の時期には地元のですね、瓦礫の撤去が始まっておりました。でここに、まあ、作業者がおりますが、マスクしておりません。重機で瓦礫を一緒くたに捕まえて、次お願いします。
バーンとこう持ち上げて反転するんですね。そうするとそこにこの粉塵の膜が出来上がる。こういった膜がもう町中に実は展開しておりました。でその周辺にいる作業者も含めて、マスク防塵マスクなどしていない状況でした。でこの時に特にあの気にかかったのは交通整理などをしている警備員の人たち、あの笛を吹く必要上マスクができないという現状があったようです。で我々は東京に戻ってから警備員の組合の方に行きましてですね、ぜひそのマスクの徹底方をお願いしてきたところです。次お願いします。でこれはその陸前高田の中であのそこを離れようとしたところ、これは工藤さんなんですけども、中学生の3人の女の子がおりまして、3人の女の子が普通のこれは防塵マスクではないサージカルマスクをかけてですね、割と楽しそうに歩いておったんですね。でこんな粉塵のあるところあのこんなマスクじゃダメだよということで話しかけましたところ、この真ん中の女の子のお母さんがこの時期見つかっておらなかったということで、この2人 の両側の2人の同級生と3人であの探し歩いていたということなんですね。毎日のようにだからこの粉塵の中を歩き回っていたわけです。で基本的にはその粉塵が発生するようなところには子どもがいてはいけない、一般の人たちがいてはいけない、これはあの作業者労働者が防塵マスクをきちんとして、そういう地域にいるべきだということはあのよく言われるんですけども、実際には被災地ではですね、一般の人たち子どもたちがその粉塵の中に出ざるを得ない状況があのそこであったということになります。次お願いします。でこれはその、連休中ですけども大船渡に行きまして、災害対策本部の、まあ、これは、副市長さんだったと思いますが、あの、本部長さんがいろいろ地元の説明をしてくださいました。次お願いします。でその中で、まあ、あの円卓でですねいろいろ議論をして、アスベスト問題粉塵問題について提案させていただいて、なんとか子どもたちを守ってくださいというお話をさせていただいたところです。次お願いします。そこで、まあ、防塵マスクを、まあ、これは500個単位、1000個単位ですかね、を持ち込みまして、まあ、寄贈という形であの渡してきたところです。次お願いします。で、その後、このボランティアの、地元の大船渡のボランティアの中心人物の方たちとですね、あの、まあ、ボランティアの人たちの防塵対策をどうすべきかという話と、住民の防塵対策について議論をしましょうということで、近くの公園で、この桜の非常にまだ綺麗な時期だったですね、ちょうどもう1年近く経ちますが、そこで少し議論をさせていただいて、これから支援体制、我々が防塵マスクを送り込むこと、それとリスクコミュニケーション、地元の人たちにアスベストの情報を正しく伝えるということも含めて、お手伝いさせていただくということを議論し合っておりました。次お願いします。でその後大船渡の、市街地を見るとこのようにやっぱり鉄骨の中にアスベストらしきものですね、これはパチンコ屋さんだと思います、あります。次お願いします。でそこで、まあ、東京から花持ってってですね喧嘩して、ちょっと黙祷をさせていただいて、この大船渡 の海沿いの町、あの市街地ですが、やはり多くの人たちが流されて亡くなっておって、この時期にはまだあの被災された方のご遺体などが収容されきってなかった時期ですね。次お願いします。でこれがその一本道を一本挟んで、奥に行くと水浸しの道路と瓦礫の山と、この中にもまだまだ収容されていないご遺体があったという時期になります。次お願いします。でこれはまあ、海の近くのですね、これは市場のなんか倉庫の屋根の上にトラックが乗っかっているということですね。次お願いします。でこのような翌日ですね、5月4日今度は釜石に行きました。釜石少し北の方になりますが、ここはちょっと様相が違っていました。次お願いします。この時期には自衛隊がかなり釜石には入り込んでおって、瓦礫撤去作業が進んでおったところであります。次お願いします。でこれは、まあ、あの自衛隊の部隊長かなんかですね、ちょっと偉い人たちにその、まあ、議員の人が防塵マスクをちゃんとしてくださいよというお話をさせてもらっているんですが、次お願いします。ここに一般の人たちがですね、やはりあのこのおばあちゃんたちがおるんですね。なぜおるかというと、これから自分の家が解体されるという、そこに立ち会っておられるわけです。あの貴重品を探すという意味もありましょうけれども、やはりそこで長年暮らしてきたということで、どうしてもやはり自分の家が壊されるところに立ち会いたいということでおられたわけです。で急遽防塵マスクをお渡しして、マスクのレクチャーをさせていただいて、こういうふうにきちんとしてくださいということで、防塵マスクを配布させていただきました。次、お願いします。
でこれはやはり同じですね、この自分、この人の家が今ここから下もう足元になってしまっていますが、その中から貴重品を今自衛隊の人たちに探してもらっているところです。この自衛隊の人はもう、まあ、マスクを外してしまっていますが、やはりこの状況の中では一般の粉塵とともにあのアスベスト粉塵もかなり発生している状況ですね。この、 あの5月の時期にはあの最初の4月の段階よりも乾燥が進んでましたから、やはりかなりホコリっぽいという印象を受けました。次お願いします。でこれもそうです。この、 あの親子ですね、親子が こちら側で今解体されようとしている自分の住んでいた家を見にやっぱり立ち会っているところです。で防塵マスクをお渡ししてちゃんとしてくださいと、アスベストの粉塵があるんですよという話をさせてもらったところですが、やはり先ほどと一緒にあの粉塵が発生するところに一般の人たち子どもたちがいてはいけないという前提はあるんですが、やはりあのこういった自分の家が壊されるのを見守るということにおいては、一般の人たちがアスベスト粉塵も含めた有害粉塵の中に身を置かざるを得ないという状況はあるということになります。次お願いします。でこれは、釜石市の市長さんとやはりその住民のアスベスト粉塵の対策についてお話しさせてもらった写真です。次お願いします。でこれはそういった前提を踏まえてですね、5月29日ですけれども、大船渡の先ほどの大船渡 の地元のボランティアを率先していた人たちが、地元の子どもたちを元気づける祭りをやろうと、やっぺし祭りというんですけれども、それに参加させてもらって防塵マスクを子どもたちに配りながら、こういったことでこういう有害な粉塵があるからちゃんとマスクしてよねというようなことを活動させてもらったところです。次お願いします。この時に、これが地元の大船渡の教育長さんですね、これマリー・クリスティーヌさん、タレントさんなんですが、一緒に行ってですね、子どもたち、あのお母さんたちにマスクを配りながら、こういった問題がある、アスベスト問題があるということをお話しさせていただいたわけです。次お願いします。これもそうですね、このお母さんたち、子どもたちにマスクを配る活動。で、このやっぺし祭りはもう、4回ほど行われていますが、その2回、僕ら2回参加して、あと2回についてちょっと参加できていませんでした。次お願いします。ということで、陸前高田ボランティアセンターにマスクを寄贈して、この5月の活動を終えたところであります。次お願いします。で、アスベスト、ちょっと、これが今までの第一次調査といわれる私たちの調査の内容なんですけども、アスベストの規制について、雑白に触れますとですね、労働安全衛生法上、石畑障害予防規則という、これも労働安全衛生法の中の規則なんですが、それと建築基準法、建築リサイクル法、お手元に資料があるかもしれません。それから大気汚染防止法、廃棄物処理法などによって、アスベストの処理はそれぞれ法的に決められています。これは、地震があろうがなかろうが、災害があろうがなかろうが、こういったきちんとした処理によって粉塵を排出しないということが決められているわけであります。次お願いします。それに加えて、震災時にはアスベストの規制が、行われました。で、これは災害時における積面飛散防止に関わる取り扱いマニュアル。これは環境省がマニュアルを作って、このマニュアルの作成に私は参画したんですけれども、これは2007年に行われております。で今回の震災を受けてですね、排斥面や PCB 廃棄物が混入した災害廃棄物についてという環境省の通達が3月19日に出されていますが、これは非常に評判の悪い内容です。つまりこれは非常時でありますから、有害廃棄物についてはある程度適当にやってもいいよという内容の通達でした。それを受けてですね、事業者の方には国がいい加減にやっていいよと言ってるんだということを根拠に、かなり、第一次廃棄物についてはずさんに扱われたという根拠になったものであります。それから被災地におけるアスベスト待機濃度調査について環境省が通達を出している。それから災害復旧工事における労働災害防止の徹底について厚生労働省が出して、これを厚生労働省の通達については2時、3時、4時、5時とずっと続いておりますが、この環境省の通達については非常に それ以後の有害廃棄物の扱いについてですね、第1次の作業がずさんになった根拠になってしまっているものであります。次お願いします。それで
先ほどからちょっと説明しました石巻アスベストプロジェクトということで、私たちは、被災地のですね、特に石巻という町に焦点を置きまして、そこで綿密なアスベスト調査をすることによって、それを他の被災地に広げていこうという展開を考えたわけであります。次お願いします。で、方法としては石面含有建材、先ほどちょっとご説明したわけですけども、状況の確認、それとそれがきちんとその分析をされる必要があるということで、その分析、それと気中濃度、粉塵として外に出た濃度はどのくらいであったかということと、一番最後、これが一番重要だと思いますが、いろんな人からの聞き取り調査、意見の交換、マスクフィット研修といいます、これは後で説明しますけれども、防塵マスクというのは非常にその有効ですということを、特にボランティア活動をしている人たち、住民の人たちに研修を石巻赤十字病院というところで2度ほど行っております。その他に仙台市内でもシンポジウムを行いまして、そこでも行っておりまして、これから3月20日これからの先になりますが、3月20日にも行う予定にしています。つまり一般の人たちが防塵マスクの重要性を知ってもらう、そういう研修をこちらから提起するということを、でそれを総合してリスクコミュニケーションという言い方をしておりますが、リスクの管理についてですね、行政とか業者に任せきりにしない、住民とか子どもたち、つまり被害に遭う人たちもそのコミュニケーションの中に参入する、まさに今ここでやっているような、こういったことがリスクコミュニケーションにあたると思いますが、一般の素人がリスクの管理に関わっていくということを目指しております。それがリスクコミュニケーションということであります。次お願いします。で、経過です。第一次調査、今ルル説明させていただいたこのようなことを、第一次調査でやってきました。先ほど申し上げたマスクフィット研修会というのは5月14日に日赤の、これ石巻の日赤病院で第1回行って、第2回を6月18日に同じ日赤病院で行っております。それからこれから説明しますのは第二次調査ですね。今年の1月から3月、宮城県石巻市で気中濃度、アスベスト建材マッピング、地元へのフィードバック、この3点に力を入れた活動を今年に入ってからですが行っております。次お願いします。で、これは一次調査のちょっとおさらいにもなりますけれども、こういった内容です。これは建材の状況確認、次でお願いします。こういった建物の中にも、この天井材などに吹き付けアスベストがあります。これは被災地のアスベスト、吹き付けアスベストを調査した雑白な経過報告ということになりますが、だいたい吹き付けアスベストについては1割程度にアスベストが含まれておりました。と言いますのは、40数件の吹き付け剤の分析を行って出てきたのは3件です。3件、それは多いか少ないかというよりも、吹き付けアスベストの中にはないと思って全部を処理してはいけないということですね。全部一つ一つ分析をして、その中の 10個に1つは非常に有害なものがありますよということ、ですから全てを調査しなければいけないという根拠になるというふうに思います。だいたい1割程度の吹き付け剤の中に、まあこれもそうですね、アスベストが入っていたというのが被災地の状況です。これいろいろ理由が考えられるんですが、アスベストが吹き付け剤として大量に使われた昭和30年40年の後の町づくりが東北地方で行われたということが一つ大きな原因だろうというふうに思います。ですから比較的建物としては新しいものが被災地には多くあったということではなかろうかというふうに思います。次お願いします。で、これも一次調査の中で出てきた、これは倉庫です。倉庫で、ここの鉄骨に吹き付けられてるんですね。この鉄骨、あとはないんです。あとはないんですが、この鉄骨だけ色がちょっと違って見えますが、吹き付けられているというものです。次お願いします。で、これは仙台の小学校、仙台の小学校ですね、学校の体育館、これは1階部分の壁が全部波でさらわれていて、この壁材が、これはサイディングボードと言います、サイディングボードと言いますけれども、アスベスト建材になります。次お願いします。これは非常によく見られる魚の工場であったりですね、倉庫なんですけれども、これも壁に使われている波型スレート板、先ほどその町中に散乱していたアスベスト含有建材ですが、このようにだいたい2メートルから3メートルくらいから下は全部壊滅状態、上の部分だけ残っているという状況になっておるわけであります。次お願いします。で、これは被災地の
廃棄物処分場の中ですね、これは環境省の調査に同行した写真ですので、環境省が来るよということが分かってますので、ちゃんときれいに整理されているということです。次お願いします。でこれはその中でちょっと外れたところを見ますと、これはここに立っているのが濃度測定 の、 フィルターなんですけれども、このように、アスベスト建材と思われるものが、石膏ボードの中にですね、かなり混じり込んでおります。次お願いします。でこれも処分場の中ですが、アスベスト建材が、まあ、一ところに、置かれていて、これはボード類と一緒になっていますから、その地元の自治体もですね、十分な分別がわからない、されていない。これは分別ができないんじゃなくて、分別する能力がないということですね。よく分かっていないということになります。次お願いします。でこれも同じような写真です。おおむね分けられていますが、十分ではない。それから、あ、次お願いします。で飛散性が高いレベル1ですね、吹き付け剤、レベル2、断熱剤、保温剤はそれほど多くない。先ほど申し上げたように1割程度ですけども、スレート板など、割るとアスベスト粉塵が出ますというものが大量にあると残置されているという状態です。次お願いします。でこれは仙台市内の廃棄物処分場で、これもアスベストの建材をこの人たちマスクもせずに荷を下ろしていますが、そういう認識がないんですね。で繊維濃度 53.3 リッターファイバーですね。石面、その中で石面濃度が 33.9 ファイバー。これは環境省などが、アスベストの工場、今もすでに禁止されてますから工場ないんですが、工場の敷地で、これが10本までは、10ファイバーまでは認めますよという、それは基準値として言われてますが、実は基準値ではありません。それはちゃんと理解しないといけないんですが、それを大幅に超える高濃度のアスベスト粉塵がここには実はあったわけです。これで測定しています。次お願いします。ということで、提言としましては、いくつかあるんですけれども、吹き付け剤など飛散性の高いアスベスト外壁建材について、住民ボランティアと解体業者から事情を聴取する、話を聞くこと、その表示を行う。それから吹き付け剤など飛散性の高いアスベスト外壁建材作業への監督監視を強化するということが重要です。次お願いします。それから、スレートアスベスト外壁建材について、ボランティアとの注意喚起をする。それから、安全対策を徹底する。それからスレートの板などの輸送、瓦礫置き場での処理を改善するということが重要です。次お願いします。それから、これは手元にあるものを読んでいただきたいと思うんですけれども、研修 などを自治体がちゃんと勉強していないということですね。それから次お願いします。ということで、第二次調査、アスベストから石巻を守ろうということで、1月22日から2月28日まで何度か調査を行っております。で延べ人数58人、この中で今日斉藤さん、一緒に調査をしてくださった斉藤さんがおられて、ちょっと立っていただきます。斉藤さんも来ておられますけども、もう、再三再四ですね、石巻の方に調査に行っておるわけであります。次お願いします。急ぎます。これは読んでください。次お願いします。でこの中でこれは石巻での調査です。非常にもう午後3時頃になると風がビュービュー吹いて寒い中で濃度調査、それと街の中の こういうものですね、アスベストがどこにまだ残っているのかを調査しました。次お願いします。それがこれが5月、去年の5月14日の日和山というところからの状況です。次お願いします。それが一見瓦礫が少なくなっているように見えますが、まだまだあるということですね。これが今年の2月28日。次お願いします。これいいです。次お願いします。次お願いします。これもいいです。次お願いします。次お願いします。ということで、そういったものを地図の中にマッピングしてるんですね。地図をみんなその調査員が持って、ここにありました、ここにありました、ここにありましたということでマッピングをしました。それ次お願いします。で、そこでその一つ一つのマッピングしたものを写真に収めて、 A の19の丸1がこの建物でしたということで、今すべて、そういったものをまとめてあります。次お願いします。ということで、このような状況の中で、次お願いします。どんどん行ってください。次お願いします。次お願いします。次お願いします。お願いします。これちょっとこれだけ説明します。ちょっと戻ってください。これは石巻にある瓦礫の置き場の中です。で、瓦礫の処分場の置き場の中で、この袋の中はすべてアスベストの成形板です。これ3000体ある。次お願いします。その中を覗いてみると、このように石面の外遊建材がスレート板などが粉々にかけらになってるんですね。これは実は違法です。次お願いします。次お願いします。
次お願いします。次お願いします。で、まあ、これは非常に飛散性の高い、含有建材ですね。吹き付け剤、次お願いします。それが、次お願いします。足元、人々が歩く地面にですね、真っ青なこれ、クロシドライトという非常に有害性の高いアスベストですけど、このように散乱しております。次お願いします。で、これは、まあ、分析、顕微鏡での分析写真です。次お願いします。で、その周辺で、濃度測定を行いました。次お願いします。で、今のところで、これはリッターあたり 2.5 ファイバーぐらい出ているということですね。積面濃度で 2.3 ファイバーです。次お願いします。で、どこで測定したかをマッピングして、これも Google に載せようということで今検討しています。次お願いします。次行ってください。これは顕微鏡写真です。これも顕微鏡写真です。次お願いします。これはそのマッピングした濃度測定したものです。次お願いします。ということで、リスクアセスメント、リスクコミュニケーションということを、これから被災地の石巻で3月20日に地元の人たちをと一緒に議論し合って、この場と全く同じようなリスクコミュニケーションを地元の人たちと共有化する。そのことによって、有害な廃棄物がどのように地元で管理されるか。で、その地元で管理されたものが、広域廃棄物の移動としてですね、どのように適切に移動されるのか、されないのか。で、逆に言うと、そういったものが、単にですね、有害廃棄物の広域の移動がですね、まあ、各市長、組長のですね、パフォーマンスになってしまったり、ある業者のですね、金儲けの手段になったりしないように、きめ細かくみんなで監視しなければいけないというのが私の現時点での結論ということになります。長い間ありがとうございました。